言ってますよ、いっぱいし見てるか、ポケモンばっかやってんじゃねえぞ、まあね、まあお笑い、まあの話はまあじゃあここら辺にして、じゃあ、まあね、恋愛の話とかちょっとしていきましょうか。芸人の恋愛の部分、まあ、お笑いの、ね、話はもう十分だと思います。もう去年から散々ね、うん、そうそうそう、多分ね、見ていただいてて、通して見ていただいてる人ね、もう多分胃もたれしてると思うけど恋愛の話ちょっとしましょうか。恋愛どうですか、今年2018年、なんか彼女を作りたいなとかないですか。は、まあ、あるにはあるけど、あるんだ、見通しはないよ。まあ正直長らくもう聞いたことあるんであるんですけど、うん、まあ、今まで一回も彼女ができたことない。まあそうなるね。だそういう、だからちょっとさ、バラキーから見てさ、長原どう、男としてやっぱちょっとね、なんかやっぱちょっと厳しい。いや、だってさ、30なんですよ、もう30。そうですよ、あのこの人も多分あの触れてないと思いますけど、あの元旦で、うん、あの誕生日迎えて30歳になりましたから。あ、そうなんだ。30歳になってるんですね。30で童貞で、今年魔法使いになりました。魔法使い、おめでとうございます。おめでとうじゃないわ。おめでとうではない、ね、だから魔法使いなんですよ。魔法使いすごい、ね、女の子から見て、正直どう、付き合う付き合わないで見てみてさ、長原哲也ってどう。いや別に悪くないと思うんだけど、おお、まあ、性格とかも知ってるから。そうそう、知ってるからさ、うん、性格めっちゃいい方だから、まあ、私は。じゃあなんでできないと思う。なんでだと思う。なんか、なんであるのかな。なんでだろうね。滑舌だね。いや、それはもう、私もそんな感じ。でも滑舌だったら友達もできないと思うんだよ。でも友達実際できてるでしょ。はいるね。滑舌でなんでなんだろうね。魔法使いになるべきじゃなかったんだよ、お前。魔法使いになるべきじゃなくて、俺が思うにね、うん、だから使う魔法が、覚えた魔法が違うってことでしょ。覚えた魔法、まあ、そうみたいだね。覚えたばっかだよ、まだ魔法は。まあ、覚えた、まあ、覚えたばっかだ。まあね、だからまあそう、恋愛、まあ芸人さんでモテるって言うじゃない。ああ言うね。もうそんな一部だよ、一部、うん、一部だね、本当一部、本当に面白い人たちだ、本当にてっぺんにいる人だ、だよね、うん、上に上がってく人だよね。まあだからもうちょっとね、やっぱ僕らやっぱね、うん、ね、いやだだガチですIt's ガチです。僕らね、多分もうちょっとね、みなり考えとかないといけないんじゃないか。あ、でもデイはいいと思うのよ。まあみなり、でも最近あの、まあ、僕もあの去年9月でもう30歳になってしまいまして、最近あのライブとかで、まあなんか僕結構ライブすごいガヤとか、多分皆さんもライブ中ね、あの僕のこと興味ないと思うんですけど、すげえうるさいんですよ、後ろで。で、なんか手あげたりとかして言われて、最近もう本当に、お前、ひげ濃いなってめっちゃ言われるんです。あ、僕、あの、色白で、結構、毛の本数多くないんですよ、ひげとか。あの、根深いの。根深い。根深いの。なんか、毛抜きでヘイってやったら、3センチぐらい、うんって出てくるから。確かに、ひげすごっ。もう、ひげ脱毛とか、金あったらやりたい。全然、俺の方が全然マシだわ。ね、そうなんですよ。ね、俺も結構やばい。まあね、俺も結構、ひげ濃いよ。俺も結構、ひげ濃い。誰たちの家の方。え、今の状態だと。いや、オノじゃね。オノだってここら辺もあるから。あ、ね、あ、そっか。うん、まあ、だからヒゲね、まあ、色ちっちゃいのに。俺色、正直色グロの方だから、うん、だからまあ、うん、目立たないってもあるかもしれない。色白だもん。色白だよね、うん、でもね。そう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 。金あったら本当にヒゲ脱毛行きたい。あ、金あったら。では彼女とか今いるの。いやー、もうそんな余裕ねえよ、もう。だってバイトだけでも今いっぱいいっぱいだから。あ、うん、でだってね、楽器ネタとかの、まあ、準備とか仕込みも、あの皆さんあの、まあ、今日ちょっとね、あの用意してないんであれですけど、すげえ準備大変なんですよ、うん、もう早めに入って音の確認とかも、あのこの音でなんかこの猫の鳴き声こんな感じやってるかなとか、周りの芸人に聞いたりとか、なんかいろいろやってるんです。でまあ、家でもあのね、あの「デンドナイトニッポン」とかのあの作曲とかもバイト終わりに深夜2時とかに帰ってきて、風呂入って上がっても2時半ぐらいから髪乾かしつつブログ書いて、その後とかに作ってますから。でまあネタも考えてとか。じゃ彼女作る時間がもうない。まあそうですね、まあ、あとみんなのデンさんだから。そうデンさんね、いやガチですから、そうだよね。ガチだよ、ガチだよ。デンさんはそういうね、ファンタジーの世界の人だから、うん、タモリさんみたいな感じやめて。タモリさんみたいな感じ。よく別に人それぞれっていうコメントをさ、俺の前回3月かめちゃくちゃさ
あれさ、俺思うんだけどさ、うん、俺が面白いと思って呼んだんだから、デンに文句言うな、俺に文句言えぐらい言ってほしかった、嘘でも。なのに。ただの恥さらしだ、お前は。そう思います、それ、ね、うん、あの、ちょっとここにはいないけど、あの、アイサのワイ、ワイウさんも言ってた。うん、すげえ言ってた。アイサのワイウ。アイサのワイウ。アイサのユウでいいんです。うん、イサのユウ、ガチですから、イサのユウ。